本出す時って皆さん不安ですし、わからないことだらけで、本当の意味でのこう寄り添うってことだと。始まりました、広報流でございますよ。いつもよりさらに高いトーンだね。いやいや、もう喉が壊れるかと思っていきなりあんな高い声。ゲストがテンション高めだから早めに準備して。早めにね。川上淳二でございます。カーツメディアワークス村上隆でございますと。はい。今年ラストの。そうですね。大物ゲストですよ。そうだね。まあ本当に締めにふさわしいんじゃない。ふさわしいゲストに来ていただいてます。紹介しましょうか。参りましょう。はい。今日のゲストは株式会社ハートランド代表取締役、出版ブランディングプロデューサーの塩凪陽介さんに来ていただきました。ようこそ。はい、今日はよろしくお願いします。いやー、テンション高いですね。なんと塩凪さん、累計170万部以上売り上げた作家さんでございますよ。173だよ。始まって以来の大先生をお招きしましたよね。これどういう数字なんですか。何冊で170万部なんですか。いやー、これね、10年もこう積み上げたつもりは全然なくて、まあ、気がついたらって感じなんですけど、今まで出したので74冊ですかね。74冊。だからそんなにね、あれですよ、メガヒットじゃないですよ。割ると分かると思うんですけど。いやいや、そのね、74冊出すこともそもそもができない。すごいよね。そうですよね。一番最初のヒット本っていうのは何だったの。これがですね、今ね、これちょっとおっさんモードですけど、30代の頃初めて本出した時ってなんと恋愛物書いてたんですよ。いや、これ恋愛物って言ってもこう女性向けにこう悪い男にね、こう傷つけられないための恋愛物書いてたんですけど、男が大切にしたいと思う女性なんちゃらみたいな、そういう本が10万部ぐらいきましたよね。すごいですね。というのは2004年ぐらいでしたかね。はい。おいくつぐらいの時ですか。33、4ぐらいの時だったかと思うんですよね。じゃあ33、4ぐらいがデビュー作っていう。そうですね。割と遅いんですよ。あ、そうですか。いや、早いかなと思いました。それでいきなり10万部いくわけですから。そうね。本当に一番最初のきっかけって何だったんですか。まず書籍を出すっていう。そうですね。最初ですね。実はそのまあ PR 会社系の IT ベンチャー系みたいなとこ働いてたんですね。でもなんとなくそこをやめようかなと思ってて、副業でオールアバウトってところに書き始めたんです。ああね、オールアバウト、いろんなこう専門家が集まってね。プロフェッショナルライターの仕事ですね。そしたらそこでどーんと人気が出ちゃって、30万人とか読まれて、じゃあ次本行くかと。はい。それでまあ先輩に出版社をつないでいただいて、それで1冊目が出たっていう感じ。最大1年で何冊書いたんですか。一番多い時はですね、年に8冊ぐらい書きましたよね。8冊ですよ。だから2ヶ月に1本じゃ間に合わない。同時並行で進んでいくっていうことです。そうなんですよ。よくないんですけどね、ネタもちょっと薄くなるから。でもこう出してくれってきたら、とりあえず一生懸命やるんで書いちゃいますよね。ですよね。薄くなっていってっていう感じはありました。まあそれで著者としてどんどん自分の本を出版されていって、でどんどんヒットは重なっていった。これがやっぱりですね、売れない本と売れる本ってやっぱありましてね。自分でも全然こう増刷書かない本もありますし、だから20万部超えるやつもあったりとか、5万部とか止まるものがあれば1万部ぐらい。何が違うんですか。これはですね、やっぱこう多くの人にこう刺さるっていうか、裾野が広い本の方がこれは売れますよね。まあパイが広い方がっていう。あとはやっぱりこうあれですね、ビジネス書と自己啓発本とまた違うんですけど、自己啓本とか人生本だとやっぱりこう弱ってる心に寄り添う本っていうのが売れて、イケイケの本は売れなくて、僕らがイケイケの本書いちゃった時はあんま売れないんですね。ただこういい人になるのやめましょうとか、ちょっとこう弱った心に寄り添って自分らしさ取り戻そうよなんて本はドーンと売れたりするんですよ。今出ました。塩凪さん最大のヒット本が「もういい人になるのはやめなさい」とか。ああ、いいタイトルですよね。そう思ってる人結構多いと思うんです。いい人だから損したみたいに思ってる人多いと思うんですよね。そういう人たちに刺さったってことです。そうですね。やっぱこう褒め言葉に一見聞こえますけど、ちょっとね、悲しい言葉でもあるじゃないですか。いい人。そこにやっぱり自分のことかなみたいな感じで。それを買った人が多いですよね。なるほど。まあそんなね、最近の少々もね出ました。緊張。お、これ出ました。今一番新しく出た。阿蘇ビジネス大全。はい。でこちらですね。これどういう本なんですか。これですね、自分の得意で好きなことを会社外でやりましょうっていう。会社外ってものが入って、はい、じゃあなんかちょっと簡単になんかその内容というか、私たち子どもの頃からこう就職するまでの間に全然こう社会どうなってるかわからないもん、とりあえず就職するじゃないですか。でも自分が本当に好きで得意な仕事をしてる方も少ないんです。そういう時に自分らしさって何だろうと思った時に、遊びの中から本当にそれを仕事にしていくとか、スモールビジネスに遊びやっていくんですよ。例えばこうカフェカーをやりたい、カフェカーにターンテーブル入れて DJ ラウンジにしたりとか、そこでワインを入れてちょっとこう合コンサービスやったりとか、そういうような遊びビジネスをどんどん作っていきましょうっていう本で、実際にそういう方が世の中たくさんいるので、それを集めた。今出版ブランディングプロデューサーですねっていうところなんですが、主にちょっとどういったお仕事なのかっていうのをちょっと教えてください。そうですね、実は僕自身も実用書ですとか、それから人生書ですとかビジネス書も長年書いてまして、今53歳なんですけど、今13年間はそっちの本の方が多くて、そうなってきた時にですね、途中で趣味が立ち技格闘技、キックボクシングが趣味なんですけど、あ、そうなんですね。そのプロ作家が新人さんにミット持ちをするイメージで道場を作ったんです、芝浦アイランドに道場を、そこからエッセイストとかをバンバンデビューさせてたんです。なるほど、要は作家さんになるための道場ってことですよね。殴り合うところじゃないですね。殴り合わないですね。今ちょっと伝わらなかったですね。分かりにくいですね。確かに確かに、プロがミットを持って鍛え上げるみたいな、そういうことですよね。それをね、10年ぐらいやってたんですけど、今度この企業さん側からブランディング、企業のブランディングのために本を出したいんだけどっていうオファーが来るようになって、本当にですね、重要なポイントですもんね。やっぱ広報的な見地からもね、そのパーパスが伝わるとか、そうは売り上げが上がるとか、インターナルブランディングになるとか、リクルーティングいろいろあるじゃないですか。そうですね。トータルで本出すだけじゃなくて、ちゃんと後ろの方までもう1年2年がかりでやることのオーダーが結構多い。ね、広報流ゲストに来ていただいた理由がここなわけなんです。そうね、そうだね。ね、いや僕自身も5冊ほど出させてもらってるんですけど、やっぱり書籍を出した時からステージが変わったなと思うんですよね。実際に企業さんの方からお問い合わせが来たりとか、すごい広報ツールだなと思うんですけど、そのあたりどうですか、書籍を出す。そうですね、書籍を出すとやっぱり世の中の表舞台でその専門分野の中で認められてるっていうふうに世の中から思われるんですね、書籍。なぜかというと、こう売り物として役に立つものとして売られてるんですから、そうするとそれなりのこう知見だったり経験だったりノウハウがないと本にはなりませんから、やっぱりエンブレムになるというか、箔がつくというか、信頼になりますよね。そうですよね。で実際にまあもう何社も手掛けられてきて、ちょっと成功事例とか教えていただきたいなと。あれですね、まあ年商1億ぐらいから上はその1兆円ぐらいの企業さんまでやられてる。幅広すぎますよね。やっぱりこう成功といって、やっぱり皆さんどちらかというと一番目に来るのはやっぱり売り上げなので、とか10億とかなんかそういうのがを出すことによってついてくるっていうことがあります。すごい。なのでその本が売れて何億積み上がるわけではなく、本を見た会社がその会社に依頼をしたいから、じゃあ何億のプロジェクトをその会社にお任せしたいってなるってことですね。おっしゃる通りですね。会社で今まで培ってきた自社のそのソリューション、もうそれはもう高ければ高いほどいいですね。織物は。そうなんですか。ここだけの話も本当に本の作家業の印税で儲けましょうとか、そういうことだったりとかではなくて、あるいはその売り物をね、安いものを前に置くんじゃなくて、やっぱり思い切って大きなソリューションを本の中から伝えた方がブランディングになります。なるほど。はい。なんかそういうことを言うと、なんか本をね、宣伝冒涜だっていう考え方もあるんですけど、そんなことなくて、読者のソリューションをするので、これはそれはそれでバリューの提供ですね。はい。一般的にはじゃあその企業が出す本というか、ノウハウ本というのはどれぐらいからヒットって言えるものなんですかね。今は1万部ぐらいからヒットって言えるんじゃないかと思うんですね。でその1万人の中から、まあその本見て、あそこに会社に依頼相談が来たら、まあそれが印税プラスアルファの部分に変わっていくっていうことですよね。広報的にさらに突っ込みますとですね、どういうことなのかというと、本出しただけで待ってるとそんなに効果があまりなくて、これを軸にいろんなことやるわけですよ。例えばセミナーやったりとかで、説明会をやって、興味のある方はじゃあコンサル契約をさせていただきましょう、年間何百万ですとかやっていくっていうセミナーという設定を作ったりとか、いろんなことをこう設けるんですよね、タッチポイントに。それをやるからこそ大きく売りが立ったりでしょう。ファンブランディングプロデューサーの方ですから、そのあたりのノウハウも全部余すことなくお伝えしていくっていうことですよね。そうですね。実際はこうチームでやってるんで、それぞれの壁面になりますから。お高いじゃないですか、やっぱり。安くはないですよね。コンサルティング料がね。聞いときたいですよね。そうだね、そうだね、気にはなるよね。やっぱ高そうな気がする。これ値段とかはね、ちょっとあんま言わない方がいいかなと思うんですが、でもなんか答えた方がいいね。やっぱでも年間マーケフィーを確保されてらっしゃる企業さんからしたらそれほど大きい金額じゃないって言われます。ベンツが買えちゃうぐらいですか。買えるか買えないかギリギリぐらいですけど、全部やって、全部やってですね。だからあれでしょ、書くこと慣れてないのっていう人も安心して相談してくださいってことなんでしょ。そうですね。経営者の人にはあんま書き慣れてない人もいるけど、その辺もフォローアップするんだよね。そうですね。時間と労力っていうのもこっちでもお任せいただくので、本業を邪魔しないというのもあります。いや、それがね一番重要なんですよ。僕今まで5冊自分で書いてたやったんですけど、入院したって言い始めていましたかね。そう、やっぱり体壊しますよね。社長業やりながらその書籍を出すと。そうなんです。そういうのを全部受け負っていただいて、なおかつヒットさせる法則をご存知なプロデューサーにお預けできるっていうのは安心ですよ。それがわずかもう片手未満でできる。このラジオ聞いた方特別に。なるほど。なるほど。なるんですか。まさかあると思います。そういうのもあると思いますね。じゃあ広報流見たようで、そうですね、広報流見たようで、50% オフで、そうですね、ありえると思います。ありえると思います。本を出していくって相談すれば確実に出せるものなんですか。どういうふうに出ていくんですか、世の中に。まずは出版社に採用していただかないといけないんで、僕やったのガチの商業出版のオーディションに通す。ガーッとこう聞くんですけど、いろんなこと聞きますけども、全部それをセオリー化して企画書化して、それを100社以上の出版社さんに1社提案するんですね。大変な仕事ですよね。1回で決まりませんから、行ったり来たりしますね。決まったらそこから取材チーム、やっぱ10人ぐらいのチームでやりますから、取材をして文章化したのをこまめに直していただいて、著者さんサイドに、あと社内の広報さんに見ていただかないといけない場合もありますよね。やって1年ぐらいかけて作って出す。いや、やっぱり時間かかります。そう思ったらやっぱり安いですね。1年だもんね。1年かかりますよね。こんな変わった会社の本出したよとか、意外なところで出したよって、なんかそんな会社あれば。ちょっとこの広報流なんで、これ出たんだっていうのは、IP ってわかります？インテレクチャルプロパティ。鬼滅の刃さんとかのプロパティを使ってキャンペーンをやる。そういう事業をやってる会社があるんですよ。上場してる会社なんですけど、狭いですよね、一見。でも IP を使ったキャンペーンってやっぱり一定数パイがあるんですよね。それでそういう IP キャンペーン反則の本が出ましたねっていうのは、多分社名言ったら広報流の方皆さん知ってるような会社さんですけど、そういう会社さんということですよね。例えばファミマでそういうキャンペーンをしたいってなった時に、あのキャラクターを使いたい、でもどうしたらいいか分かんない、どうやったらファミマのこのあのジュースが売れるかどうかみたいな、どの IP と組めばどう交渉したらいいのかとか、そういう本ないですもんね。そうなんです。実はそこ業界に一冊もなくて、ないですよ。ないっていうのはチャンスでもあるし、市場がないかもしれないからって言って、結構出版社もなんていうんでしょう、積極的にならないところを、いやこれないから売れるんですよって言ってこう契約して、それで進めていくっていうやつ。割とだからプレゼンは。なんていうんですかね、肉食系のプレゼンをしますよね。やっぱりそうなんですね。いや、売れませんよとかはっきり言われるもんなんですか。はっきり言われますね。ほとんど売れませんよで感じ返ってくる中、チャンスを見つけてガッと広げてやるとになっていく。企画通す時の一番のコツというかポイント、ここだよっていう。そうですね。読者メリットを明確にかけるかどうかっていうところですね。じゃあセオリー化できるかどうか。セオリー化、例えば広報だったら日本一優しい広報の入門書って言ったら、日本一優しいセオリーが50個並んでないといけないですよね。なるほど。それをセオリー化できるかどうか。なるほど。分かりやすく公式化できるかどうか。公式定義。はい。っていうのと、それが世の中に今までなかったものかどうかっていうところ。ああ、ありますね。難しい。いやそれをねその辺のね人に言われても説得力がねないですけど、なんせ170万部ご自身で売ってるミリオンセラーの作家さんですから、めちゃくちゃ説得力がありますよね。今も相談を受け付けてるってことでしょ。そうですね。主にやっぱ経営者の人が多いのかな、相談。そうですね、経営者さんがやっぱり一番効果的ですね。このプランニングは個人さんというよりはもう企業体があって、そうですよね、それで活用、年間マーケフィーがあって、その中の一部を活用されるっていう。まあそうですよね。出版プロデューサーとして譲れないこだわりを聞かせてください。はい、そうですね。やっぱりこう著者の心に日本一寄り添う現役著者であり、出版プランニングプロデューサーになります。なぜかというと、本出す時って皆さん不安ですし、わからないことだらけでイライラしたりするケースもあるんですけど、これはセコンドスタイルって僕呼んでまして、初めてリングに上がる人ですよね。なのでセコンドとしてちゃんと寄り添って、で現役著者として戦い方を教え、でセオリーをちゃんと出していただくっていう。なるほど。いいよいいよ、かわいいかわいいばっかりやらないです。そっか、そこばっかり言ってたらセコンド厳しくいくところもあるよね。あんまりこう自慢本だったりとかね、提灯本みたいなの出すと恥かくじゃないですか、ご本人が。確かに。はい、なのでセオリーきっちり出しましょう。で今日の取材セオリーが出ないんだったら、一回中断してセオリー考えて、今日はちょっともう取材やめませんかっていうことをはっきりと愛情を持って言ったりとか。ああ、でも重要ですよね。でも相手目線のセオリーにしないと本にはならないし、売れない、で結果も出ないということ。そこが本当の意味でのこう寄り添う。わかりました。ぜひね、これ聞いてる見てる方ね、経営者の方中心にちょっと検討してみてもいいんじゃないかなと。そうですね。もう相談ぜひしていただきたいなと思います。その時に塩野さんにぜひ問い合わせいただければなというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい。今日お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは株式会社ハートランド代表取締役、出版ブランディングプロデューサーの塩野陽介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。